さんこんにちは、三枝心です。今日は練習場に来ております。何をするかと言いますと、今日使うのはこの2点です。豚とゴルフイット。まあこういうの見たことあると思うんですが、ドライバーのフェース面にシールを貼ってですね、真ん中に当たってるとか端っこに当たってるとか見るものであります。これを使って何をやるかと言いますと、じゃん、ピカーン、エピック。皆さんご存知の方も多いのではないでしょうか。このエピックドライバーは実はこの中にね、2本のね、こういうね支柱みたいなのがね入ってるんですよ。私の動画でも紹介しましたが、この支柱を外した時、この支柱より内側の時はなんか飛ぶのは分かるんですけど、この支柱よりこっちに当たったりこっちに当たったりしても、なしエピックは飛ぶのか。それをねやりたいって言ったら許可をいただきました。やってもいいですよと。本当に嘘つけないですけどいいですか、本当に変なとこ飛ばなかったら飛ばないとか言っていいんですかって言ったらいいですよということだったので、今日はこのエピックを丸裸にしてやりたいと思います。じゃじゃじゃ、まあアマチュアはねいろんなとこに当たるんでね、ここに当たる、ここに当たる、ここに当たる、よく私もなんかこの辺とかに当たってますよ、見ても分かるように。はい、では早速シールを貼りたいと思います。で早速ね開封したいと思います。どうなってんだろう、私初めて貼るんだよねこういうの。お、普通にシールが出てきた。お、あ、これ一個一個ね分裂してる。お、あ、こういう感じね、あ、こういう感じね。あ、でも今日はいいや、今日はいっぱいやると思うんで、まずペラッとね1枚で、多分こういう感じね。お、できました。じゃあ早速、簡単じゃん、早速打ちたいと思います。第1投いきます。外です。でも別にそんな飛んでないのかな、ちょっと分かんなかったですね今の。じゃあまあでも別にそんなひどいボールは出なかったですね、別にフェアウェイ内にありそうな。ここでした第1投。じゃあ第2投、真ん中だもん。やっぱ飛ばないじゃんここに当たったら。でもだって、あ、完璧、真ん中よりちょっと上だけどね。第1投、第2投、第3投いきます。もうちょっと下の方を目がけて、スライス、スライス、あ、こっちだね、こっちですね。この辺に当たるのが多いみたいです。ここだね、全部ここに当たる。こことかここになかなか当たんないですね。あ、私ここが好きみたい、全部ここ上のこの辺に当たる。今ここ5回打った成績はこれが一番飛ばなかった。先が一番飛ばなかった。2枚目貼り付けました。ちょっとこの辺とかでね打ってみたいんですけどね、なかなか当たんない。ヒール寄りに構えてみる。ヒールじゃん、
ここなんだけど、前の上。でもまあ天ぷらっぽかったけど、まあ、確かに飛んでないけど、それはなんかクラブのせいじゃない気がする。もう一回行こう。あースライス早いね、起き上がりが。お、でもドシン、ドシンでした今。けど今私が悪かったから飛んでないです。真ん中。あ、今ヒールじゃん絶対。ヒールに当たった。ヒールに当たりました。変なとこ飛んでた。あのすごい左に飛んでた。距離も出てないですよね。あーでもここに当たったら誰も飛ばないよね、他のクラブも多分。ちょっとこの辺に当てたよね。この辺とこの辺、この支柱が入ってるとこ。キャロウェイのエピックの都市伝説で支柱の上に当たると飛ばないっていうのがあるんで、ちょっとそれもね当ててみたいと思います。じゃあ次のシートに参ります。え、あれ今の。でも私すごいさ、もう橋の上が多い。もう橋の上が多い。ヒールだな。全然飛ばない。ここ全然飛ばない。真ん中やっぱ一番飛んでるもん。全然違う打感が。ここに当たった時は初速も速いし、なんか強いボールが。でもこことかここに当ててる時の飛びの勢いは全然違うかも。ヒール、ヒールは全然飛ばない。でもこちらは、でも支柱状じゃない？割と全然飛ばない。低いし。この下どうやって当てんのよ。ここでしょ。ここ当たんないな多分。違う、ここ当てんの相当むずいわ打ってても。なあね、ちょっと当てたいけど当たんなかったんですもん。検証結果、3枚で15球打ったんですが、右上に当たるのは 80% 以上っていうことが自分の傾向で分かりました。でここに当たった時は全然飛ばない。打感も全然違う。なんかもうすぐ左行くし、なんかもうやっぱピッピューみたいな感じで全然飛ばなかったです。でここに当たった時は曲がっててもやっぱ打感がすごい良くて距離も出てる必ず、はい。でここの時はあんま曲がってないけど、なんか天ぷら気味とかなんかちょっと高いボールが出ちゃった。距離はちょっと落ちるけどそんな曲がってない。つまり芯を大きく外したこれとこれ辺は全然飛ばないっていうことは分かりました。ちょっとね、ここ分かんなかったです。ここ打てなかったんで、ここでどうやって打っていいか分かんなくて、ここで打ったらどうなるかっていうのは分かんなくて、とりあえず15球打って、これが私の感想です。でもちょっと参考にしてもらえたら嬉しいです。お疲れ様でした。今日は新しいシートを使ってやってみたんですが、あのエピックの傾向というより自分の傾向がよく分かりました。私はだいたい上の方で打ってるんだな、はい。
またね、いろんなねものを使っていろんな動画を作っていきたいと思いますので、皆さん今後もリンゴルフよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしています。バイバーイ。